今日は横浜家系ラーメンだけに来ました。マックス醤油ラーメンを注文しました。それではいただきます。ここで刻み生姜を入れます。そして玉ねぎも お待たせしました。
卵を食べます。しっかりスープに浸った卵はとても美味しいです。丸肉餃子1枚いってます。